秀夫は日本の映画監督、脚本家、編集技師である。1975年9月2日、東京都八王子市に生まれる。武蔵野美術大学在学中より8ミリ映画を制作。同大学を卒業した後、ピンク映画やオリジナルビデオで助監督を務めた。2003年、味見したい人妻たちで映画監督デビュー。 同作品で2003年度ピンク大賞の新人監督賞を受賞した。その後、デコトラギャル、ナミヤ、静かなる、ドン・シン・賞、18輪などの作品を手掛けている。2010年に開催された、起城秀夫特集上映その男ジョジョにつきでは、代表作16本が上映された。2019年、2020年には、劇場公開されていない。 オリジナルビデオ作品を中心に、秋の上ただし祭り2019インポレポレ東中の冬の上ただし祭り2020インシネマスコーレ2日、鳥の世界とそれぞれ題して各劇場で特集上映された。2017年、2019年と監督作がピンク大賞作品賞を受賞。2021年4月3日から愛知、シネマスコーレにて、 特集上映、ジョジョ受担映画祭を開催。同年6月、第30回日本映画プロフェッショナル、大賞監督賞を受賞。2018年時点で100本以上の作品を監督し、早鳥とりの上ただしの異名を持つ。作家性のこだわりがなく、職業監督として予算と時間の効率を考えた産物だったが、 当時フィルム撮影だったピンク映画出身という点、高校時代に見た、名画座作品も影響があると答えている。アルプススタンドの橋の方のプロフィール欄では、どんなジャンルやお題でも傑作に仕上げる、映画料理人的な職人監督と紹介された。ありがとうございます。